れ？待ってよ、こうか。こうして、ちょっと待って、間違えた。出航、よーい。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タサックです。今回は護衛艦出雲を作る109号なんですが、すでにライブでキャットウォーク1とキャットウォーク2を組み立てました。キャットウォーク3、キャットウォーク4、5、6 6 分からん、6、7、8、9、10ぐらいまでを作っていきたいと思います。頑張っていきまーす。結構ゆるゆるなので全部接着って感じですね。これ裏表ないんかな。まあどうせ手すりで見えなくなるか。わあ、めっちゃスカスカ。浮き輪だけに浮いてくる。後ろから流し込みもね、すごい隙間がなさすぎて、いや、いけるかな。こっから流し込む。せんまー。あ、めっちゃくっついた。あ、ガチガチ。この階段の手すりつけます。で、手すりはね、ここもしっかりねつければ結構しっかりついてくれます。こっちとこっち、それからここは縦にピーピーと。いい感じにくっつきました。ちょっと接着剤がねはみ出てるので、ここ滑るけん気をつけてねって感じですね。はい、上手にできました。はい、手すりつけます。わあ、浮いてきた。こうして流し込む。キャットウォーク3ができました。丁寧にできたね。
次、キャットウォーク4はめちゃめちゃ長いです。これは長いのでちょっとつけるやつがさっきよりいっぱいあります。やっぱ浮いてくるね、浮き輪は。まあ浮き輪か知らんけど。はい、キャットウォーク4ができました。シャン。次はキャットウォーク5になります。この機関銃をつけます。この続きでこの手すりをつけます。曲げる位置は見えるかな、ここに線が 1,2,3 本入ってますね。でまずはここだね、ここで曲げます。90度ではなさそう。で、こっちを手前に曲げます。で、こっちは奥に曲げます。ベランダみたいだね。そしたらこれをこっち向きで刺します。ちょっとスカスカだね。よし、できました。シウス5。違った、シウスじゃない、あのキャットウォークね、キャットウォーク5。はい、次はシュースじゃなくてキャットウォークの6です。ここにこの3つをつけます。それからこれもつけます。
れ？こうか。こうして、待って間違えた。こうか。めっちゃはみ出ちゃった。はい、できました。そしたらこれをキャットウォークの7、これを重ねます。これもくっつけよう。はい、できました。手すりないと簡単だね。はい、キャットウォークの8です。あれ？あ、待ってた、ここね。ここにうっすら線が入ってるのでここで曲げます。はい、またベランダができました。キャットウォーク10です。ちっちゃい窓ついてるね。最後の1個です。もう、はい、全部なくなりました。はい、これもここにうっすら線がありますのでここで曲げます。できた。これでキャットウォーク10が完成です。はい、これでキャットウォークの1から10までが揃いました。これをですね、船の左側にくっつけていくみたいです。こことこうピピピピと。こちらはライブでひっつけていきたいと思いますので、続きは再生リストから見てみてください。まだまだパーツは残っています。完成まで頑張ります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。護衛艦出雲を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索はしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいで、あ、ない。取れてる。あ、ここにあった。つけとこ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。だんだん。また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。